いやだ、こんな時間、私ったら寝過ごして。忍び、起きたのか。義勇さん、すみません。今朝は私が朝ごはんを作るって言ったのに、目覚まし時計を止めて二度寝してしまいました。やだ、朝ごはん、義勇さんが作ってくれてるの？ああ、簡単なものですまないが。いいんです、朝は簡単で。朝から手の込んだ料理が出てくる家庭は少ないですから。そうか、では少し作りすぎたかもしれん。何を作ってくださったんですか？鮭大根だ。そうでした。義勇さんに料理をしてもらうと必ず鮭大根はメニューに入ってますからね。でも義勇さんの作る鮭大根は私の作るそれよりコクがあって美味しいんですよね。こないだフラッと立ち寄った洋食屋で西洋のハーブというものが使われていてな、すごく美味しかったから。義勇さん、まさか。今日の鮭大根にはローズマリーを入れてみた。え？魚料理にも合うハーブだと本に書いてあったんだ。確かに私もそれは聞いたことがあります。さっきから匂っているのはハーブの香りだったんですね。でもハーブの匂いもかき消すくらいもう一つ強烈な匂いがするんですが、まさかこの匂いは。ナイスカレーだ。カレー作ったんですか、朝から？しかも鮭大根とカレー。そうだ、カレーはうまいからな。はい、確かに美味しいのは間違いないですけど、朝から鮭大根とカレーってすごい組み合わせです。どうした？いえ、作ってくださってありがとうございます。嬉しいです。そういえば今日はモーニングルーティーン動画だと聞いた。女性は朝は化粧をしたりストレッチをしたりするんだろう。視聴者の方は忍のそういう姿が見たいんじゃないのか？いえ、義勇さんの朝ごはんの方が興味深いんじゃないでしょうか。それはないだろう。俺の日常なんて面白くもなんともない。どうでしょう、絶対義勇さんの方が面白いですよね。よし、できたぞ。食べるかと言いたいところだが、忍も起きてきたことだし、いつものあれをやろう。そうですね、あれをやりましょう。義勇さんとの甘い生活ですが、忘れちゃいけないのが私たちが柱だってことです。はあ。どうした校長、今日はキレが悪いぞ。だって。もう一本。キャッ、いつもより動きが鈍いな。仕方ないじゃないですか、義勇さんは昨日はオフで体力温存してたでしょ。私は昨日は遅くまで任務だったんですから。そんな言い訳は通用しない。まあ義勇さん、そんな強気で言ってますけど、この件に毒が入ってたら義勇さんは今あの世に行ってます。何？いつの間に俺を追い詰めて。やるな、胡蝶。手合わせの時はいつも胡蝶って呼びますよね。じゃあ私も富岡さんって呼びます。ああ、柱としてのスイッチが入るからな。そして容赦はしない。それでこそ富岡さんです。手加減したら稽古になりませんからね。でも私の勝ちですね。体調バッチリの富岡さんがやや不調の私に負けるなんて、柱として情けないですね。そこまで言うか。忍は俺と一緒に暮らしてからは俺にたくさん甘えたりして可愛いのに、稽古の時はド S なんだよな。どっちが本当の忍なんだろうか。義勇さ
んと本気の手合わせをするのが朝の日課です。私たちのラブラブな生活を期待していた方には期待外れですみません。二人とも稽古は真剣なんですけど、終わってからの喜恵さんは、しのぶ、さっき木刀で当たったところは大丈夫か？なんて心配してくれたり、すごーく優しいんです。それから私たちは朝ごはんの鮭大根とライスカレーを食べました。とってもとっても美味しかったですよ。今日は夜のルーティーンも見せるのか、なんだか恥ずかしいな。別に恥ずかしいことは何もしてないじゃないですか。そうだが。じゃあお風呂にでも入りましょうか、一緒に。いつも一緒に入ったりしないじゃないか。そうですけど、そういうのを期待されてるのかと思ったので。期待に応えすぎなくてもいいと思うぞ。そうですね、ありのままの私たちを見せればいいですね。その通りだ。あ、来たみたいね。しのぶ、富岡くん、かなえ姉さん。おお、なんだこの家は。カレーの匂いが充満してやがる。朝ごはんの残りがお鍋にあるからな。お前んちは朝からカレーを食うのかよ。はい、鮭大根とカレーです。富岡らしいね。俺らしいってどういう意味だ。まあいいじゃないですか。さ、入ってください。今日はかなえ姉さんと品津川さん夫婦が来てくれて、一緒にお夕食を食べることになっています。こんにちは。こんにちは。炭治郎、カナオも来たわね。もちろん炭治郎くんとカナオのカップルも一緒にお夕食です。お久しぶりです、品津川さん。はあ、お前一昨日もここで一緒に飯食っただろうが。はい、そうですけど、なんだか久しぶりな気がして。なんだと？それっていつも俺のこと眼中になかったから覚えてないってことじゃねえか。違うわよ、サネミくん。炭治郎くんはサネミくんに会いたいといつも思ってくれてるから、会えない時間が長く感じるんじゃない？あ、カナエさん、うまいこと言いますね。そうかもしれません。てめえ炭治郎、調子いいこと言ってんじゃねえよ。相変わらずですね、品津川さんと炭治郎くん。義勇さんも傍観してないで会話に入ったらどうです？いや、俺はぼっちじゃない。ぼっちですよ、割といつも。俺は嫌われてない。義勇さん、そのセリフ言うとみんな喜んでくれると思って、いつも言い過ぎではないですか？そうか、では少し控えるか。私たち6人が集まってお夕食を食べることは頻繁にしているので、私たちのナイトルーティーンといったらこんな感じです。え、義勇さんと私の2人の甘い時間が見たいって？仕方ないですね、ちょっとだけ見せちゃいましょうか。はあ、今日も楽しいお夕食でしたね。ああ、みんなで食事をするのは楽しいな。義勇さんと品津川さんは昔はあんまり仲が良くなかったですが、今ではすっかり仲良しですね。別に仲良しってほどでは。いや、今は仲良しかもしれない。二人とも不器用なタイプですが、根は優しくて他人思いですからね。何を笑っているんだ、しのぶ。いえ、さ、みんなが帰ったので片付けしなくちゃ。私、洗い物しちゃいますね。いいよ、俺がやる。
今日は朝ごはんもキユウさんがやってくれましたし、ここは私にやらせてください。そうか、悪いな。空いた食器を運ぶのは俺も手伝う。6人分だと結構な量だな。大丈夫か、しのぶ。全然大丈夫ですよ。蝶屋敷にいた頃は来客があった日はもっと多かったですから。葵が頑張ってくれていましたが、私や姉さんやカナオも総出で片付けをしたり、結構大変な日もありました。そうか、しのぶ。キャッ、どうしたんです、キユウさん。急に後ろからハグなんて。いや、なんだか洗い物をしているしのぶを見ていたら急に抱きしめたくなった。キユウさん。あ、ごめん、しのぶの作業の邪魔をして。いいえ、嬉しかったです。俺も手伝うよ、洗い物。洗い終わったやつを布巾で拭いて棚にしまう係をやる。はい、助かります。しのぶ、こうして毎日朝も夜もお前の顔を見て暮らせるなんて、俺は幸せだ。キユウさん、今日はやけにちゃんと気持ちを伝えてくれるのですね。いつもは口下手なのに。俺だって頑張るときは頑張るんだ。そうですね、知ってます。私も毎日幸せです。食器の片付けが終わったらお風呂に入りましょうか、一緒に。ダメだ、それはダメだ。今日は俺たちのナイトルーティーンをみんなに見せてるから、しのぶのそんな姿は見せられない。冗談ですよ。こんな風にキユウさんと私の日常は過ぎていくのですが、楽しんでいただけましたでしょうか。本当はもっとたくさんキユウさんの面白いエピソードや私たちのラブラブな話が山ほどあるのですが、その話はまた別の動画でお見せしますね。感想をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。最後までご視聴感謝する。この動画はどうだっただろうか。よかったらコメントやいいねをしていってくれると嬉しい。チャンネル登録をしてくれればまたすぐにでも再び会うことができるな。炭治郎たちも再会を楽しみにしているのでよろしく頼む。それでは次の動画まで。さらばだ。